ではラプラス変換の方法を説明します。ラプラス変換というのは、時間 t の関数 ft がある時、今速度論のところで、全ての物質量っていうのは時間の関数で表されてきました。でその、時間の関数 ft に対してマイナス st、 エクスポネンシャルマイナス st という関数を、掛け算してやりまして、で、s という変数に t の方を、繰り込んでやるために t について積分してしまいますよと。だから、インテグラルのエクスポーネンシャルのマイナス st の ft dt というふうにな変換を行ってやりますと、t は積分してやりますから、ここの s が変数になるという変数変換を、座標変換をやる処理です。そうすると ft という t の時間の空間の関数がラプラス変換という写像として S の関数の、写像関数 F、ラージ FS に変わります。でこれを、F イコール FS イコール、ラプラス変換した FT と、ラプラス変換した F と書きますよと、こういう約束で、解析を行いますが、ここで、あまり実際にこの積分計算を覚える必要はないです。こういうことをすると微分方程式が解けますというテクニックですね。で、通常こう工学部なんかでは、回路の時間変化を、交流回路の時間変化なんかを、解析するのに使いますけれども、回路と違って、化学反応の場合は原料か、反応系か生成系か2方向しか、行きか帰りかの2方向しかないですから、もっと簡単になります。で今 FT の関数 と、FS ですね、写像関数の関係を、これを覚えてしまいましょうという話ですね。これを実際に展開してやりますと、FT の関数が、定数1であったら、定数1であった場合は、そのまま、S 分の1になりますよとですね。で、じゃあ今度、エクスポーネンシャルのマイナスプラス、KT、 K は定数です。 KT という会社が、あ、か、か、あの関数があったとすると、この、写像関数は S プラスマイナス K 分の1に変わりますよですね、というこの2つの、規則だけを覚えまして、であとは、積分するだけですから、α の FT たす β の GT という関数があったとしたら、これをラプラス変換してやりますと、まず、それぞれが分割できますよと、足し算はそのまま足し算として扱えますよと。でさらに、α ラプラス変換の F すべたラプラス変換の、ラプラス変換の G とですね。変換してやりますと、変換してやるときに整数倍っていうのは どれが整数かよく把握してないと混乱してしまいますが、整数倍じゃない、実数か、実数倍 α β は実数、定数ですね。 α β は定数であるとしますと、2つの時間関数の、定数をかけた、線形結合であった場合にそれのラプラス変換をしたものは、分配法則と、それから、整数倍、実数倍っていうのは前に出してしまうことができます。だから実数があったら、だからこれ、
アルファになってたら、ここも、S 分のアルファ、ただ単にこうかあの整数は実数は出してしまえばいいという関係になってきますよという話です。ですね。まずこれを覚えてもらう。でもう一つありまして。で、微分方程式を解くために、DTDFT ですね、これをラプラス変換してやったとしますと、これは、イコールかな、ラプラス変換、このし、微分方程式を、あ、微分項を、ラプラス変換してやりますと、S 倍の S 倍のラプラス変換したものに、初期条件をかけた、初期条件を足してやったものに変換できますよと。で、さらに2回微分だと、これは S の次乗ラプラス変換の、FT プラス S のラプラス変換の初期条件 S の、初期条件かける S プラス、DT、あ、マイナスか。マイナスですね。引き算の、DT、D、F0 と。ですね。1回微分した値の初期条件を与えますという、関係が成り立ちます。まあまあこれは、高度なところでないと使いませんので、3年生の時にやる、3年生の時の、薬物動態学っていうので、使えるような内容なんで、今は、1年生の時は関係ないです。で、この、1つ2つあとこの規約をこの4つの、これは置いといて、この4種類の、ラプラス変換した時の写像関数を、全部覚えてしまいますですね。一旦これで止めます。